仙台市を拠点とする特殊詐欺グループの男女29人が逮捕された事件で、リーダーの男が月におよそ200万円の報酬を得ていたとみられることが分かりました。大橋和幸容疑者ら男女29人は4月から6月にかけて偽の高額当選金受け取りサイトなどを運営し、県外の女性4人から手続き費用などの名目で電子マネーや現金合わせて843万円を騙し取った疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、大橋容疑者は仙台の拠点のリーダーとして売り上げを管理し、上部組織から月におよそ200万円の報酬を得ていたとみられています。またメンバーの大半は被害者を騙すためのメッセージを送る打ち子で、互いにノウハウを共有しながら24時間稼働し、報酬は歩合制だったということです。警察はこの詐欺グループが3700人以上から総額70億円を騙し取っていたとみて捜査しています。